こんにちは、ハイジーです。今日はくら寿司さんに新メニューのうな丼が登場したということで食べにやってまいりました。メニューの写真からして美味しそう。ここで回転寿司あるある。気分よく食べようと思って空いてる時間を狙ってお店に行くと何も回ってなくて逆に寂しい気持ちになったりするよね。で、この空っぽのご注文品の皿の中をたまに覗くとポテトが1本入ってたりするよね。誰かが1本だけ注文したのかな。で、今回みたいにせっかく食べたことないメニューを食べに来てる時でも注文したそれが来るまでの間に結局いつも食べてる寿司を取っちゃうよね。さあやってきました、今回のお目当てうな丼でございます。やっぱり現物はうまそう。ここであるあるなんだけど、山椒の袋になぜか米粒が一粒だけついてたりするよね。あと山椒振ってもなかなか出てこないなと思って強めに振ったらドバッと出てきて焦るよね。さあ美味しそうなうなぎを真っ二つに裂いて一口サイズで持ち上げて食う。にやける、これはうまくてどんどん進む。でもここであるあるなんだけど、ついついうなぎばっかり食べちゃって米が多めに残るよね。で、なるべくうなぎを節約しながら食べても結局米だけ残るよね。で、いいこと思いついたってなってうなぎの代わりに具としてだし巻き卵を注文したりするよね。でもこういう時に注文したものってなんかしんないけどなかなか来ないよね。で、仕方がないから間をつなぐためにマグロとか取っちゃって普通に食べたりしちゃうよね。で、スイッチが入っちゃって他の寿司も取ったりしちゃうよね。で、こういうの食べてると普通にお腹いっぱいになってきたりしちゃうよね。そうこうしているうちにやっとだし巻き卵が来るんだけど、すでにあんまり食べたくないテンションになってたりするよね。でも当初の予定通りこれにお醤油をかけてうな丼の上でポンポンバウンドさせて残ったうな丼のお米のおかずとして一緒に食べるんだけど、そこまでベストマッチでもなかったなっていうの、この表情から気づいちゃった？